に行く縁結び合格祈願などに神社へ行きますよねちなみに神社本庁による神道のこれっていうのがあります自然を大切にして共に生き敬う自然崇拝こううちの滝と全く一緒ですね今の自分につながる土に帰った自然と一体化した先祖を敬うそれ崇拝これなんですよ大きなあの滝ですね それから、神の血を引き、神事の主催を兼ねる天皇家を敬う異性信仰。このこれが神社神道にあたるんですね。さっきの二つは古神道と呼ばれたりすることもあります。特にね、戒律、何してはいけない、何してはいけないとか、そういったものはありません。それから、神道の決まりの書みたいなのないんですね。キリスト教で言ったら聖書、イスラム教で言ったらコーランみたいなのがないんですよね。 だから個人の本当に道徳感、それから良心に基づくものです。例えばね、他人を傷つけたり、自然をむやみに扱うと、天才それから病気が発生する。罰当たるということですよね。これが実は神道というものなんだそうです。だからまさに、えー、教えということではなくて、日本人が当たり前に持っている道徳感、それを破ると悪いことが起こりますよと。だから、神を敬いましょうというような、 考えが、えー、浸透なんだそうですとっても簡単に言いましたけれども分かりましたでしょうかねさてそれではまた一曲お届けいたしましょうかえー、今度はですね、えー、こちらに行きましょうかちょっと長いですけれども「浜の力川」という歌をお届けいたします リンケンバンドの歌で、浜のチクラグアをお届けいたしました。さて、今日はね、えー、新年に備えまして、初詣行ってくださいということで、琉球発車の話をしておりますけれどもね、今度は、アメクグの話をお届けいたしましょうか。えー、泊港の北岸の道向かいにファミリーマートがありましてね、その横の道をしばらく行くとお宮が見えてきますよ。ちょうど泊高校の裏手ですね。 えー、いざなぎのみこと、はやたまおのみこと、ことさかおのみこと、先ほどからどんどん登場してきますね。境内にベザイてんも祀っています。昔、メカル村のメカル王というものがですね、アメクで奉仕を従えた気高い女性と出会いました。で、この奉仕に尋ねると、この奉仕は山の中ほど、女人は えー、山の上の森に住んでるよっていうことで、このメカル王が様子を伺っていますとね、この女の人が洞窟に入る途中姿が消えてしまったんですね。びっくりしたメカル王。事の次第を王様に報告しました。それで王様の命令で、洞窟に向かって先香を備えますと、それが火もつけないのに自然に燃え出したもんですから、ここは神様にいらっしゃる場所であるということで、 洞窟の前にお宮を建てました。その時にご神託がありましてね「我は熊の権限なり主従の利益のために現れたり彼の人は国家の守護神でイテ店であると」と、えー「私は熊の権限であるよ、えー、皆様の利益のためにここに現れた」「あの女の人は国家を守るイテ店であるよ」と言ったそうなんですね。実は、 現在のお宮の近くに洞窟がありまして、で、そこが元の拝殿だったということです。このベザイテン、女性の神様なんですが、学問、音楽、芸術の神様だそうですからね。ミュージシャン、それから芸術家などは、ここに拝むとご礼儀がある。かもね。また行っちゃった。えー、これが私で終わりしないといけないかね。えー、次に、朝と八幡宮。 国際通りを朝と向けに行きましてね、月あたにある山重の近くの一方通行の坂道を登ると、月あたにあるんですね。えー、聖徳王っていう王様が作らせたお宮でして、他のお宮が、熊野権現、先ほどの伊沢名木、早玉王、琴坂王の、えー、三神を祀って、あ、三柱を祀っているのに対して、神宮皇后、王神天皇、玉寄姫を祀っています。山との源氏の神様でしてね、 武芸の神様とも言われていますよ。聖徳王が喜界島を征伐する時にこう通りましてねちょうどあの白い鳥が飛んでたもんですから八幡大菩薩に願をかけまして八幡大菩薩様この戦が勝ち戦であるならばあの鳥を一死一矢で誘導させてくださいと願をかけました。そして成功したことからお見合わせることになったそうです。 面白いのは遠征の途中の海の上で鐘あのガンガン鳴らすカネですよこれが浮いてるのを見つけましてねガンをかけたところ引き上げることができたのでこれを八幡宮の鐘にして鳥を言い落とした場所にお宮を建てたそうです。えー、武芸の神様ですからねそれからあの実はこの王神天皇っていうのは実は弓矢の神様でもあるそうなので弓道をやってる方それからスポーツやってる方には ご利益があるかもしれませんね。朝と八幡宮でした。私の大好きな聖徳王が建てたお宮なんですよ。えー、今6つを紹介しましたけれども、残り2つはですね、那覇市の外、普天間と金の方にありますが、また1曲お届けしてからにしましょうかね。えっ、ー、と今度は何にいたしましょうかね。 結構ね短いのがなくなってきましてなか長,長く長い歌が残ってるんですけれどもちょっとこれはね時期外れではありますけれども北部の方に梅雨の時期に真っ白く咲く伊豆の花とても綺麗な歌ですのでおかけしたいと思います えー、リンケンバンドの歌でイジュの花をお届けいたしましたさて残るは2つ琉球発射ですねえまずは宜野湾市の普天間宮からお届けいたしましょうかここにはこんな揺れ話が残ってますよ昔首里バルに世にも美しい乙女がいました島中の評判となっていたんですが家にこもって旗織りばかりをしていて誰もその姿を見たことがありませんでしたで 父と兄が数日前船で出港していたある時に家でマドロンでいましたらね父と兄が溺れそうになっている夢を見ましたこの乙女は急いで片手で兄を助けてもう一方の手を父伸ばした時に部屋に入ってきたお母さんに名前呼ばれましてね夢から覚めてしまったそうですその後父と兄が相談したという知らせがありましてねお兄さんは奇跡的に助かったんですが お父さんは戻らなかったそうです。それからもう一つ。この乙女の妹の夫が美しいという乙女の顔を見たくて奥さんに頼みましてね。えー、っと、奥さんがこうお姉さんに挨拶してるときに部屋を見てしまいました。で、見たぞ見たぞって言ったんですね。その途端にこの乙女は家を飛び出しまして末吉の森を抜けていって、 神の姿となって普天間グー洞窟にこもられたそうです。これが普天間グーの女神の伝説ですね。もう一つ、昔アダニア村に大変貧しい夫婦がいました。年貢を収めるために昼も夜も一生懸命働いたんですが、新人不快、えー、奥さんは自分の髪を切って付け毛として売りましてね、このお金で花買って普天間グーにお参りを続けていました。 ある時、鳥居の近くに老人が現れましてね、これを預かってくれないかと言うんですね。わかりましたということで、えー、預かるんですけれども、いつまで経って戻ってこないもんで困っていますとね、夢の中にその老人が現れてきて、荷物を開くようにと、お告げがありました。飽きてみたら中は小金でしてね、黄金でしてね、このお金で借金を返して、石寿司を作って、 そその中に観音像を収めたそうですでこのことが伝わって多くの信者が普天間宮に戻るようになったそうですよこの話からしますとね航海安全旅の安全財運アップ家内繁栄などにご利益がありますねえー、車よく運転する人は普天間宮でお参りするといいかもしれませんねさてそれでは、えー、最後に。 琉球発車一番遠いですが金宮のお話ある夜村に美しい青年が現れて村で一番美しい娘の家の前で、えー、歌ってですね娘を添い出しましたところが洞窟の前で青年は大蛇に姿を変えましてね娘に巻きついて洞窟の中へ消えていったそうです昔からこの洞窟には大蛇が住んで若い娘を食っていたわけなんですね そのために村人は恐怖のために家に閉じこもる生活を強いられるようになりましたそこで日衆商人というお坊さんが洞窟の前で呪文を唱えますとね大女王洞窟に封印されて村人は安心して過ごせるそうになったそうですこのちなみにこの金宮ですが建物というかちっちゃいあの祠がですね洞窟の中にありますでその洞窟の中にはですね現在 え古酒、沖縄の古いお酒ね、これの貯蔵庫があるんですよ。で、その隣にある金観音寺は戦前から唯一残るお宮ですのでね、観音像も一度盗まれたんですが戻ってきたというような話もあって、非常にご利益の高そうな場所ですね。キング、それから金観音寺です。皆様、せっかくですから今年の初詣は琉球発車に行ってみてはいかがでしょうかね。 さて発車の話終わったところでまた一曲お届けいたしましょうか、えー、今度はですね、えー、何にしましょうかね「えー、ユイの中日」という歌をお届けいたします。 ごぶりしゃビタンタイトル間違えましたね <laughs> え今かけた歌はですね一番こっち一番のごちそうという歌でしたねさて、えー、そろそろね時間がやってまいりましたけれども、えー、今年はね長らくお休みしてしまいまして、えー、のー大変ご無理になったんですけれども玉城いつのさんっていうね、えー、相方が来てくれましたので番組が非常に あの楽しく住むようになったのかとあ勝手に楽しんでるわけなんですけれどもね皆さんはいかがでしょうかねなんか先ほどねあの放送するよっつってフェイスブックに載せてましたらメッセージいきましてね「蝶瓶さんなんか今日は声が若ワ々ワしいさ」とか言ってるんですけれどもあ,あれですかうち <laughs> の母口で喋るとなんか塗水っぽくなるんですからねでしょうかねそういえば昔からあの分からない人がね80ぐらいって言われたこともあったねそういえばねたまに夜行なして道中でしゃべるのもいいんでしょうかね でもやっぱりあれねあの、中身をたくさん増やさないといけないしまたちょっと学部に封じにならんかなといって心配したりするわけなんですけどもまたことで来年もですね、えー、頑張って内縄ーのありくり話をお届けしていきたいと思いますので赤瓦町民の内縄なー島さんぽ来年の金指組総理要塞。えー もうちょっと時間があるもんですから少し話しさせてくださいね。来年度に向けてまた今ツアーのね、えー、準備もしてるんですけれども、またあの、興味のある方はですね、ぜひご参加いただきたいと思います。えー、来年はね、えっ、ー、と、なるべくあの皆さんに参加していただきたいということで、地域散歩にしましてね、若干単価を落として設定もしておりますので、それから1日ツアーではなくて2時間とかね、えー、そのぐらいのツアーも作りますのでね、 あの参加がしやすすくなるかと思いますそれから個人的な楽しみで、えー、実はあの龍河の本をねゲットしましてさらにうちのこの常務 <laughs> からですね非常にいい本も頂い,いたもんですから龍河の話もどんどんやりたいと思っておりますし多分口に出したら実現しないといけないと思うんですけれども、えー、自分でね自前の歌詞を作ってね誰かに歌っていただこうかなとも思っております。 にしろのりですからね私が歌うと真面目な歌もお笑い系になってしまうのでこれはなんとかせんといかんなと今修行中かもねこれで最後にしようねもうい一かもれ、ね、かぼれ、ね、ばっかり今年言っていましたからねさて、えー、2016年もあと3日残すところ3日となりました大掃除とかで忙しいと思いますけれども今日忘年会の方もたくさんいらっしゃるかと思うんですがくれぐれも 飲酒運転はなさらないでくださいね。それから飲みすぎにも注意してくださいね。心はィ飲みばしわぐとんわ知ってィア抜きのぶる薬やしが。え節度を持って飲めばお酒は著名の薬だけれどもてんてんてんという歌があるんですよ。それでは皆さん、チューンチチクミソーチペニエデビタン。いい年、無形ミソーリ、要塞。 今年お別れの歌は賑やかに行きましょうね。リンケンバンドの歌でジート b ドイです。